元スピードで現自民党参議院議員の今井絵理子は私の高校の卒業生です。今から10年以上前、私が高校生の時に議員になる前の今井さんが自分の出版したエッセイの宣伝に高校に来ました。校長は喜び、全校生徒分エッセイを購入、全校生徒へ配られました。私は微塵も興味がなかったので、高校の近所のブックオフへ売りに行きました。エッセイを差し出すと、店員は眉間にしわを寄せ、無言で裏へ引っ込んでいきました。少しして戻ってくると、私が持っているエッセイと全く同じエッセイを20冊ほど私の前にドンと置いて、あなたと同じ制服の人が何人も同じ本を持ち込んでくるんですよ。もう勘弁してくれ、と怒鳴られ、結局エッセイは売れませんでした。学費と税金の無駄遣い反対。すげえ！すごい。これは素晴らしい。あのさ、綺麗な言葉やったな。すごい。さっき聞いた？聞いた。学費と税金の無駄遣い反対。反対。かっこええ。感覚やけど、百裂拳1時間ぐらい受けてる気分。ずっと痛かった。痛かった。